ケイ岸川ワールドチャンネル。ウィスー、こんにちは、岸川ケイです。ついに、今月、私のオリジナル曲、ローズアンブレラが、Apple Music と LINE Music で、ストリーミング配信が開始しました。イエーイ！まあ、もう、すっごい嬉しいですね。感無量でございます。ねえ、嬉しいね。もふもふもふ。はは。嬉しいね。ってね、くまちゃんを巻き込むっていうね、もう本当嬉しいのよ。本当に。嬉しいです。ミュージックビデオも公開してるので、あ、もう見てくれた方はわかると思うんですけど、ミュージックビデオも公開してて、あのイラストは私がすっごく雑に絵コンテをこんな感じでお願いしますって、はい、素敵なイラストを描いてくれた私の幼馴染の星の猫先生っていうね、絵本作家志望の方にお願いしたんですよ、あの、ミュージックビデオの絵を。もうね、すっごい可愛いでしょ。めちゃくちゃ可愛いでしょ。もう本当にね、感謝してもしてもしきれない。またミュージックビデオを一曲作りたいなって思ってるオリジナル曲があるので、その曲はまた星の猫先生にぜひお願いしたいなって思ってます。またよろしくお願いします。今月はもう嬉しいハッピーなことがね、その楽曲配信スタートっていうだけじゃなくて、私の所属しているセンターアイズブラックっていうバンドのバンド兼 YouTuber っていうかね、アーティスト仲間で結成したバンドので YouTube もやってるんですけど、その仲間のボーカルの碇直也くんと彼女のミミちゃん、まあ動画内でも二人は付き合ってるっていうふうに、まあ一応公開してる形にはなるので普通に喋っちゃうんですけど、二人が入籍しました。もうおめでとうございます。仲間としてももう本当に心から祝福する。もう本当にね、嬉しいよね。婚姻届も今いっぱいあるんだね。なんか可愛い種類が、まあ二人らしく猫の婚姻届で出したらしいですね。めっちゃくちゃ可愛くて、あの、おめでとうございます。そしてあともう一つ、セブラのリーダーの歌虫さんがね、7月の3日にワンマンライブやるんだってよ。詳細ここにあげとくんで、あと概要欄にも詳しく詳細載っけときます。いやー、もうおめでたい。もうね、直也ちとミミちゃん夫婦だって。キャー、いや、もう本当に、いや、おめでとう。もうね、喜びで胸が溢れて語彙力がとてもなくなっているんだけれど、もう本当にもう楽曲配信スタート、仲間2人は入籍、歌虫さんワンマンでしょ。ちょっともうね、楽しい、嬉しい、ウキウキ、ドキドキすることいっぱいよね。今月の頭、6月6日に無観客ライブやりまして、ライブ活動、一応、今ね、お客さんもちょっと、ご招待、ライブをやったとしても、ご招待ちょっとしにくい状況が続いておりますので、こんなご時世ですので、6月6日にね、ライブ配信、ミューディアさんがインターネット上から見てくれた方、どうもありがとうございました。でね、この度、また7月の、18日に同じ無観客ライブをミューディアさんで、ライブ配信でお届けすることになってますので、またね、またぜひ、見に来てください。岸川の歌を、聴きに来てください。ちょっと、この後も、ライブの様子を一部、公開したいと思います。それではどうぞ。はじめまして、ユディアさん、はじめまして。
普段ね、ちょっとこんな声じゃないんだよ。うん、ちょっとね、残念ながら今日のライブまでとても楽しみにしてきたんですけれども、ちょっと、あ、私シンガーソングライター以外にも YouTuber もやってまして、そこで、ね、もし見てくれてた方は分かると思うんですけど、ちょっと咳喘息の方が一旦落ち着いて元気になってたんですけど、ちょっとね、朝はまた発作を起こしてしまって、ちょっと今日はちょっとだけ残念な状態に残念ながらなってしまったんですけど、それでもちょっとこの裏声、某夢の国のちょっとね、ネズミさんのお力を拝借して、今楽な声で裏声で喋ってます。あは、はい、なんてのはまあ置いといて、はい、こっから私に戻って、あーでもちょっと待ってね、あーあいけるのかな、いきますね。あなたがいい、あなたのことを知りたいよ、星の数ほどの野球落ちで胸を苦しめないで、あの子と比べ思い出に勝てないと嘆くより、星の数ほどの中で誇りに思おう。ちょっと待って、テレビで見ていたあの人が亡くなった、次は熱中症注意、季節の変わり目一番怖い、私が恋するあの人家族、バンドメンバーたちともよ、神様大切な人をどうかお守りください。世界中常に思いやる心必要なの、戦争になりかねない、世界中愛で満たせれたらいい、誰かのため一人で生きちゃいないもの、文句言って誰かのせいにしても何も変わらない、自粛解除知らぬ間に、
なんでライブの MC でミッキーで喋ってたんだっていう風に思ったと思うんですけど、あ、まあでもそれはちょっと今の映像でちょっと喋ってましたね。あの時もう咳喘息にが風からね、3月の末に雪の時にこじらせた風が長引いて、それが咳喘息になかなか治らずなってしまって、完全に前日完全に元気で復活したのに、また発作が喘息を起きてしまって、歌うのもちょっと苦しい状況になってしまったので、ああいうミッキーで喋って歌声はせめて、ちょっともうコンディションはライブで最悪の結果になっちゃったんですけど、次はこんなことがないように反省生かしてかっこよくライブをガツンとお届けしていきたいと思ってます。はい。で、7月18日の無観客ライブとかもまた詳細載っけとくので概要欄見てください。オフィシャルサイトの方に、まあ、ここにもちょっと出しとくんですけど、オフィシャルサイトに詳しく載っけときます。どうしてだろうだってこんなに悲しいの、私なんてちっぽけだって思い詰めるから小さくなっちゃったの。シンガーソングライター吉川圭、ローズアンブレラ、 iTunes、 LINE ミュージックで配信開始。何の動画かちょっと忘れちゃったんですけど、アベノマスクが皆さん届きましたか？アベノマスクが届いたらレビューしてくださいってコメントでリクエストをなんかいただいていたんですけど、ちょっと案の定私家族がもうちょっと開封して使ってしまっていたので、あ、ごめんなさい、ちょっとリクエストにお答えできませんっていう風にちょっとごめんなさいっていう形になってしまうかと思いきや、思いきやですよ。最近お友達になった、バイト先でお友達になった子がね、なんと使ってないアベノマスクがダサいから、まあ、その子すごくおしゃれでね、おしゃれさんで、マスクもおしゃれに手作りで作って、それをその子のお母さんが作ってたりとか、使ってたりとかね、しててね、とても優しい子なんですけど、その子がくれましたね、そのね、子がくれました、アベノマスクです。届きました。こちらちょっとレビューしていきたいと思います。アベノマスクをレビューするって言ってもね、まあ、なんかね、ちょっと結構笑っちゃいますよね。まあでもそれは安倍さんに失礼か。ちょっとこうお顔に対してちっちゃい感じのマスクが突っ込みどころがあるというか面白いですよね。怒られそうだけどこんなこと言ったら。ああ、綺麗ですね。状態はとてもいいです。てってれーん。じゃあ、やっていきます。ああ。結構大きい。あ、でも呼吸はしやすいですね。新品だからかな。問題なく呼吸できるし、こう、なんか、そんなに、ああ、でも歩いてたら暑いのかな。まあ、新品で、居心地も良くて気持ちいいですね。アベノマスクわざわざね、ありがとうございます。いいね、アベノマスク。いえ。私も動画見てくれてる人とか、SNS 見てくれてる人とかはわかると思うけど、普段はこういうお母さんが作ってくれた、自分で作ったわけじゃ全然ないけど、ちょっともうなんか塗装がもう剥がれてきちゃってるけどね、ここクマの口みたいになってるこういうマスクとか、あとこういうマスクとかしてるんですけどね。マスクもいいよね。なんかニュースで最近見たんだけど、パリの人とかすっごいおしゃれな
マスクしてるよね。まあもうマスクもファッションの一部よね。今となっちゃう。おしゃれなマスクいっぱい出てきたらちょっとオタク化しそうなぐらい可愛いのいっぱい出てきててね。いやー、私だったらちょっとあれかな。まあでもお母さんが結構可愛いのを作ってるので、もうお母さんの手作りマスクを基本はしたいなとか思っちゃってるけど、エスニック系、なんていうのかな。これは私の大好きなブランドで、チャイハネっていうブランドの服をよく、何年か、ここ。ちょっと数年前からもうオタク化するぐらい、もう大好きでずっと着てて、チャイハネが出したちょっとアジアンエスニック系のマスクだったらもう速攻で可愛いの出たら買っちゃうぐらい大好きですね。うん、ぐらい大好きですね。でそんな感じで今日は本当にミュージックビデオありがとうございました。ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。バイスー。俺本当に好きになったらね、好きな人のために何でもできるよ。天才だよ。言ってみたいさ、そんなセリフ羨ましい。死ぬほど飲んでくれてくれまくりきったのさ。あなたに心を囚われてるのが苦しくて嫌で、それでも好き。そう口にすること、それを解釈を止める魔法の呪文。それでもいい、死ぬまで片思いでも、それでもいい。ハッピーは私が決める、しないでいえ、この気持ちは